平均4級からやってる。 E 級はね、確か12まで持ってるはず。驚きすぎでしょ。武将舐められてる。おい、舐めてるた、舐めてった潰すぞ。で、なんか今でも覚えてるんだけど、英語検定って12か何級かか忘れちゃったけど、面接があるんよ。確か3級とかかなったかな。筆記とリスニングと喋るみたいな面接があって、なんかね、海外の方か普通日本人の方かみたいな、なんかね、もう多分運ゲーなんだけど、ヨが最後に営業受けた時は確か女性の海外の方だったんでね、なんか質問され、何の質問だったか正直本当に覚えてないんだけど、質問されて、で、答えたら、マジでなんか、みたいな、笑いこらえたの。その方、で、面接官がさ、めっちゃ笑いこらえて、なんか、OK! みたいな。言ってたの。いや、これ絶対やばいこと言ったんだわ、みたいな。みたいな経験あったけど、無事受かった気がする、その時は。うん。その時は受かってた気がする。でもなんか帰り道に、いや、あれ笑われたから絶対落ちたな、みたいな。思ってたの。だってめっちゃ笑いこらえてたもん、みたいな思ってて。でも、勝ったから良かったんだけど、英検のその記憶はね、思い出した、うん。もう俺には、何が正しいことなのかわからん。ただ、俺のすべきことは、自分のした行いや選択に対し、選手として最後まで責任を果たすことだ。勝負は今ここで決める。